はい、酒好きな新潟、元新潟人の飲酒動画です。こちら、今日紹介するのは、生ビール、千葉作りです。一番搾りの千葉作り。地元の誇りを美味しさに変えて、取って工場製造。原材料が麦芽とホップと米。アルコール度数 5%。千葉ラブ。千葉の皆様と地元のことを語り合いました。おおらかな千葉の人の幸せな時間に一番似合うビールを作るために難しいこと抜きでワイワイ飲める、すっきりとした味わいと目にも楽しい菜の花色の一番搾り。千葉だけの一杯をお召し上がりください。千葉支社長、重田、なんとか、取って工場製造。となっております。なんかね、最近ね、こういうね、地元系のやつが出てきたんですよね。地元っていうかね、一番搾りのね、48都道府県の、全部で出るみたいで、東京地方の人は、以前出たのに加えて、東京づくりと千葉づくりっていうのが発売されてるみたいです。なんだっけ、俺が以前飲んだ。一番搾りのね、神戸づくりじゃない、神戸づくりだったっけ？なんかあったよね。うん。以前あった。たのか。なんだったっけ？ちょっと忘れたんですけど。一番搾りね。47都道府県の一番搾りということで、飲んでいきたいと思います。乾杯。うん。あ、うめえな。あ、うめえな、これ。千葉作りめちゃくちゃうまいじゃん。一番搾りの普通の一番搾りが断然うまいんちゃうの、これ。うまっ。うまっ、これ。いや、うまいぞ。マジで。千葉作り一番うまいんちゃう、今のところ。今までいろいろ飲んできたけど、一番搾りのなんとか作りってやつ。あれ、一番うまいかもしれん。うんま。香り、ホップの香りがね、ものすごいですね。うんま。すげえ。ホップらしさ、ホップホップ感してるね。すごいね。すごい。ホップホップ感もうあれ抜群っすね。あ、俺が以前飲んだの確か横浜作りだっけ。確か横浜作りっすね。それに比べるとホップらしさがすごい詰まってる。うん。これうまいな。千葉作り。これ一番うまいんじゃん。普通のさ、一般的に売られてるさ、一番搾りとかさ、はるかにうまいんだよね。はるかにうまいですね。
普通の、一番絞りの薄さですよ。薄さが俺ダメなんだけど。これは全然美味しい。ちなみにですね、発売日がありまして、5月10日に発売したのと、6月7日発売したのもあり、で、今後7月5日に発売するのと、あと8月2日、そして、最後に10月の12日に発売するものが、まあ、全部で1、2、3、4、5種類、その発売日っていうのがあって、47都道府県を一気に出すわけじゃないみたいです。うん。どうやら、そういうことみたいですね。まあ、47都道府県もありますからね。まあ、発売日を、まあ、5つに分けてるっていうことですか。でしょうね。うん。これうまいな。千葉作りうまいな。千葉作りうまいな。香りがすごいですね。ものすごい、ホップの香りがふんだんに香ってるね。まあ、いろいろキャンペーンとかもあるみたいです。まあ、言うても俺一番絞り好きじゃねえからな。もともとがして、好きじゃないんで。まあ、あれなんですけど。申し訳ないけどね。一番絞りは別に好きではないという。キリンはやっぱハートランドですね。ハートランド。うん。あとブラウマイスター。そしてギネス。あとクラシックラガーとラガービー。うん。逆に言っちゃうともう、一番搾り以外は大体好きなんだけど。俺はね。まあ、あくまで一番搾りはそんなに好きじゃないっていう。でもこれ美味しいですね。香りがやっぱり、一番搾りって薄いんだよね。全体的に。ものすごい薄いのが特徴なんですけど。まあ、特徴っていう言い方もあれだけどね。一番搾りってさ、結局さ、一番麦芽だけ、一番搾りの麦芽、麦汁だけ使ってるっていう割には全然薄いんだよね。それはなぜか。わからないけど。なんで？全然わからない。うん。これは美味しい。非常に美味しい。香りだね。千葉作りの香りだね。もう。千葉。香りだね。香りが生きてる。コクはほとんどないけど、香りが生きてる。まあでも、これは東京にいる人は、ちょっとおすすめではありますね。2、3、5、4です。ご視聴ありがとうございました。